10位、カムクラね。これ関西とか関東に75店舗ぐらいあるんよ。まあ、なんか東京に多いね。東京ドームのすぐ近くにもあったりしてね。これちょっと言い方悪いけど、バチクソうまいね。醤油味なんよ。ほんでね、白菜の甘みが出とんよ。ちょっと独特な味じゃね。ほんでね、もう野菜がたくさん入っとってね、それが麺とのハーモニーを醸し出す。俺はだいたい飲み会終わりに締めで食うんじゃけど、ほんま涙出るぐらいうまいね。 もう涙ぶわーこぼれてスープが全然減らんお得やな思いながら飲みおるけどいつも。 マルゲンラーメンね。これ焼肉キングと同じ会社なんよね。愛知県発祥で全国に196店舗ぐらいあるんよ。ま、あよく見るよね。やっぱ熟成醤油肉そばよね。ま、あこれも俺よく飲んだ後に締めで食べるんだけど、これうまいんよ。初めて食った時うますぎてうまーって叫んだもん、ね。まず出てきた時の見た目がうまそうなんよ。もう出てきた時点でうまい。俺口に入れたらね、濃すぎないちょうどいい味なんよ。ほんでまず目をスキって食って。ほんであの肉がね、あのスープの水面からこうやって顔出して、 俺もいるよー言うて見てくるお前、うん、<laughs> もおるんかい」言て食ってスープもガンガン飲んでしまうねあと一口あと一口言いながらくあ飲んでしまうもうスープなくなってもしばらくこうやっとるけんね8位ライライ亭これ滋賀県発祥のラーメン屋ないの全国に250店舗ぐらいあるけん多いよねあの看板がバリ目立つの車で走っとったら急に現れるよね味は京都風醤油ラーメンかな、まあ、なんと言ってもね特徴的なのが背脂 もうプカ,プカプカプカ浮いとんよあの上歩けそうやねほんで麺も細めでめちゃくちゃスープに絡むんよほんで大体俺はネギを多めにしてね味玉入れてフーってすすってもううますぎて毎回ひっくり返るねガターンちってか俺いつもヘルメットかぶって食べよんよ7位ラーメンショップ全国に300店舗ぐらいあるんよ まあ、フランチャイズじゃけん、店によってもちょっとメニューが微妙に変わるんだけど、これめちゃくちゃうまいよね。この看板皆さん見たことあると思うんですよ。うまい、ラーメンショップ、うまいって、うまいが2回あるけどそりゃうまいよ。基本的には醤油豚骨ベースかな。ほんで特徴的なのが白ネギね。あれがめちゃくちゃうまいけんね。食った後必ず歯に挟まるけどね。半日ぐらい俺ずっとこうやっとるけん。俺の地元にもラーメンショップあるんだけど、そこはね、味噌ネギラーメンがうまいんよ。地元帰る旅に行っとるけんね。カウンターのここにでっかいニンニクの容器が 取ってねそっからニンニクをクワ入れるんよドラキュラだったら致死量の量入れるけどほんでもう食ったらうますぎてほっぺたパーン飛んでく。 6位、一覧ね。これ全国に84店舗あるラーメン屋ないの。まあ、あ豚骨ラーメンよね。他の豚骨ラーメンに比べたらかなり濃厚。まあ好きな人多いよね。外国人観光客もよく食べに来とんよこの一覧がね、独特な店内なんですよ。一人一人テーブルが区切られとんよ選挙の投票所みたいになっとんよほんで注文も紙に書いて渡すんよ いやもう投票所じゃんっていうね。まあしかしこれはうまいよ。いつも俺気がついたら食べ終わっとんよ。食べおる間の記憶がないよね。夢中で食ってしまうけん。もうほんで替え玉何個いくん言うぐらい頼むけんね。もうワンコそばみたいに隣におってほしいよね。いつも最終的に一緒に行った友達にこう引きずられて帰るんじゃけど、最後まで俺椅子にしがみついとるけんね。 5位、山岡屋ね。これ茨城県の牛久発祥なんですよ。174店舗ぐらいあるんだけど、まあよく見るよね。なんかこうドライブしよったら急に現れるイメージ。でっかい駐車場でね。野球2試合同時にできるぐらいい。 ほんね、すごいのが24時間営業で年中無休なんよ。1秒たりとも休まないっていう。まあ、じゃけんね、ドライブしとる人が夜中に行ったりするわけですよ。若者が遠くからね、山岡や食いに来たりしてね。もうね、ここのラーメンは中毒性あるね。だいたいやっぱ醤油、チャーシュー麺行くよね。チャーシューがずらーっとババ抜きできるぐらいあるけんね。ほんまたね、サイドメニューもね、充実しとんよ。チャーシュー丼とか頼んだりしてね。もう食った後腹いっぱいで動けん。車に戻ってもシートベルト足りんのよ。じゃけ30分ぐらい駐車場で休んで帰るね。 い田所商店千葉県発祥でね162店舗ぐらいあるんだけど、まあ、よく見るよね田所商店といえば味噌ラーメンですよいろんな種類の味噌があるんよ北海道味噌とかね何と言ってもチャーシューがうまいんですよ 炙りりチャーーシュー表面がカリッとしとったりするのもうそれとご飯だけで定食でやっていけるぐらいのクオリティーもうほんまうまいけんねあのチャーシュー俺無人島に1つ持っていくとしたらあれじゃね、はい、ほんで田所商店といえばね店の上にでっかい樽が乗っとんよ<ー>あの中に何があるか俺一回見てみたいよね多分あれ中にねガンダムみたいにコクピットがあるんよほんでグーッと動かしたら田所商店がブワー移動していくみたいなドシーンドシーンドシーン,ドシーン 3位、麺屋武蔵。これ、ラーメンチェーン店ランキングって言いながら、つけ麺なんですよ。ちょっとどうしても入れたくてね。東京に15店舗ぐらいあるんだけど、これ、めちゃくちゃうまいんよ。思い出しただけでちょっとよだれが垂れてきた。味玉濃厚つけ麺ね。もう俺、一時これ、週1、2で食っとったっけんね。ありえんぐらいうまい。スープがバリ濃厚なんよ。 あれ本来なら湯船ぐらいの量じゃけんねそれをグーッとこの量にしと麺ももちもちしてね最高なんですよほんで嬉しいのがスープが一回おかわりできるんよであのつけてくよってだんだん冷たくなって減ってきたらおかわりください言ったらまたあったかいスープがもらえるっていうねスープが生まれ変わるんですよ不死鳥って俺呼んどんじゃけど一回行ってほしいですね にラーメン二郎ね。これは有名じゃね。全国に44店舗ぐらいあるんよ。これまあチェーン店って言っていいんかなそれぐらい各店舗で味が違うんですよ。まあ、俺は大好きじゃね。もう20代前半の時なんで週2、3で食っとったけんね。今でもね、急に食べたくなってね、行ってますよ。未だに俺一番うまいのが小岩店かな。濃いスープにぶっとい縄跳びみたいな麺ぶち込んで、ほんで野菜バコーン置いて、ほんでニンニクズドーンっていうね。ほんでブワースするっていう。もうあれ食事じゃないけんね。 格闘技ラーメン二郎と戦うつもりで俺は言っとるけんね。じゃああのラーメン二郎で並んどる間ずっとフーって集中しとんの。ほんで店内に入るときにでーって入る。ほんでラーメン二郎といえば独特なルールね。ホールってのがあるんですよ。野菜、ニンニク、マシマシ油辛めで。初めて言うとき緊張すんよね。間違えたりしたら周りのお客さんも。ほんで店員さんも職人気質の人が多いけん。あじゃあ俺家で練習してったね 1天下一品やっぱ天下一品なんですようますぎるね京都発祥で全国に220店舗ぐらいあるんよこってりラーメンですよほんまにうまいねあのスープどうやって作るんじゃろうねレシピはめちゃくちゃ極秘らしい今までにレシピを1億円で1人にだけ教えたことがあるらしいんですよその後に3億円払いますとか言う人が現れてもみんな断っとるらしい A ランクの機密情報ですよこってりとか言いながらスープそんなに重くないんですよ 不思議やねあれほんでもう天一のラーメンのうまさも今更言う必要もないんですようまいんで天一のね唐揚げもうまいっていうねちょっと唐揚げ食べてみてください唐揚げもうまいんかいってなるけん悔しかったね俺ね「参りましたー」言うて店員さんに行って帰りました番外編ってことで他にもうまいラーメン屋を紹介していきます怪力屋ねこれうまいよね 山岡屋のライバルって感じ。これもよく車でブワーって寄るんよ。ほんでサイドメニューもね、充実しとってね、定食とかあるんよ。もういつまで行ったら食いすぎてしまうよね。あれ家の近くあったらすぐ俺100キロ超えると思う。 爆弾やね。これ広島つけ麺なんですよ。広島にあるチェーン店なんだけど、これはちょっと皆さん言ってほしいですね。普通のつけ麺とは全然違うけキャベツがシャキシャキしてね。それを辛いタレにつけて食うんよ。皆さん多分新感覚だと思います。VR を初めてつけた時の感覚と同じだと思います。蒙古タンメン中本ね。これカップラーメン大好評よね。実際中本のラーメンもうまいんですよ。まあほんま、辛すぎるけどね。じゃ俺も調子いい時じゃないといけないんですけど。 もう北極ラーメンとか食ったら口から火出るけんねぜひあ,あの燃えるものを近くに置いて食べない方がいいです バリウマねこれ皆さん知ってますか広島に多いチェーン店なんだけど全国に30店舗ぐらいあるんよこれ地元のねクレにもあってねよく行ってましたよコクからラーメンっていうのがめちゃくちゃうまいんであとねあの唐揚げがうまいんですよいや唐揚げ好きやなって皆さん思うかもしれんけどいやほんまここの唐揚げうまいんですよほんでね何と言っても店員さんの愛想がバリー「いらっしゃいませー」言うて俺のこと好きなんかなと思ってしまうねラーメン花月ねこれ紹介しないと皆さんに怒られると思ったんでね 全国に190店舗ぐらいあるんですよ東京に多いよね俺が最初に東京に来て食ったラーメンがラーメン花月ですから醤油豚骨ラーメンなんよ美味しいよねほんでラーメンか月って期間限定で色々面白いラーメン出してんですよ思わず店の前で立ち止まって見てしまうっていうね楽しいラーメンや どうも、向井ワンダーランドです。いつも動画を見てくださりありがとうございます。今回はうまいラーメンチェーン店ランキングってことでリクエストいただきました。ありがとうございます。完全に僕の独断と偏見なんでね、そういう目で見てください。まあでもね、天一はうまいよ。俺の家の近くに2店舗もあるけんね。行ってしまうよ、そりゃ。気がついたら天一の店内におるけんね。ほんで気がついたら食い終わっとんよ。もうそれぐらいハマってますね。また、あ、ラーメン二郎もね、チャリで行ける距離にあるんだけど、行ってしまうね。ただね、ほんまにラーメン二郎ね、 俺、20、21歳の時がピークからめちゃくちゃ食っとった。もう今29歳になったんですけどね。なんかこう、やっぱりね、あの、重くなってきましたね。二十歳ぐらいの時に比べたらやっぱ食べれなくなってますね。あと他にもうまいチェーンっていっぱいあるんですよ。つがき屋とかね。あと、車屋ラーメンとか。なんか皆さんのおすすめのラーメン屋あれば教えていただけると嬉しいです。Twitter、インスタのリンクを概要欄に貼ってますんで、よかったらフォローお願いします。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。以上、向井ワンダーアランドでした。ありがとうございました。